こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。トゥーザビクトリー前に行きそうです。イエローハード、それに続いています。さらにはグラントーク、14番サマーダーリン、その後ろもう一度先頭から。先頭はトゥーザビクトリー、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。これに続くのがフェイバーフィル、その外にサマーダーリン、赤の帽子ムーンインパクト、その後ろ内からはグラントーク、その外からビッグオリンピア、青の帽子イエローハード、その後ろすぐ隣にエターナルゴージャス、その外にクリスマスエーマ、ピンクの帽子アルーリングワールド、その後ろしんがりからクイーンアルデル。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはトゥーザビクトリー、すぐ後ろにムーンインパクト、その隣にスパークガバメント、その横にサンセットデイ、黄色の帽子ビッグオリンピア、その後ろすぐ後ろにエターナルゴージャス、並んで10番クリスマスエーマ、フェイバーヒル、この馬もこのグループ、すぐ隣にクイーンアルデル、その横にアルーリングワールド。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでスパークガバメント先頭に変わりました。サマーダーリーほとんど差がありません。トゥーザビクトリーいい位置です。先頭を捉えにかかります。スパークガバメント先頭、差はほとんどない。あと 200m、 先頭はトゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー先頭です。このまま押し切るか。スパークガバメント追いすがります。トゥーザビクトリー、トゥーザビクトリー1着、2着にはどうやらスパークガバメント、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トゥーザビクトリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ前に行くのはどの馬か。スイートウェイ前に行きそうです。ソワリングソフトリー、それに続いています。さらにはアイフレンドヒット、1番ウィッシュカラーズ、その後ろ後方に控えたのがトロピカルダイヤ。それでは先頭から、先手を取ったのはスイートウェイ、すぐ後ろにディアレイ、その外からアイフレンドヒット、その外にサンライトアイランド、並んで1番ウィッシュカラーズ、その外にソワリングソフトリー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。それでは先頭から、先手を取ったのはエンドエベレスト、その後ろにスイートウェイ、オレンジの帽子サンライトアイランド、その後ろすぐ隣にアイフレンドヒット、これに続くのがディアレイ、白の帽子ウィッシュカラーズ、その後ろ赤の帽子メジロドーベル、いい位置につけました。すぐ後ろにアポロルック、青の帽子シャープキューティー、その後ろすぐ隣にトロピカルダイヤ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として7番エンドエベレスト、サンライトアイランド、ほとんど差がありません。アイフレンドヒット、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はサンライトアイランド、あと 200m、 先頭はシャープキューティー、サンライトアイランド必死に追いすがります。ソワリングソフトリー迫るシャープキューティー、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフリーシャルマン。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフリーシャルマン鼻に立ちます。その後ろからはベンズエクスクルーシブ、この馬も上がっていく構えです。さらにはビクタークーリー、2番名声オペラ、その後ろ先頭に戻りましょう。フリーシャルマン先手を取りました。その外からベンズエクスクルーシブ、並んで10番オールドトリエステ、ビーマイミラー、この馬もこのグループ。その外にパーソナルシンガー、ハードマリン、そのうちに続いています。青の帽子ビクタークーリー、その後ろその外からスキップロビン、内からはアーリーパイオニア。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。この辺りで先頭が変わりました。オールドトリエステ、フリーシャルマン、ほとんど差がありません。シェーンランサム3番手、名声オペラ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオールドトリエステ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オールドトリエステ先頭、残り 200m、 オールドトリエステ先頭だ。残り 100m、 オールドトリエステ粘る。名声オペラ、名声オペラ、もう一伸び。名声オペラ、名声オペラ、1着、2着にはどうやらオールドトリエステ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。名声オペラ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ロスアメジスト、これは好スタート。アヌスミラビリス、この馬も好スタートを切りました。レジェンドセイント前に行きそうです。ストーミーソニア、それに続いています。さらにはケープクロス、15番アヌスミラビリス、その後ろクロコルージュ、後方からもう一度先頭から。先手を取ったのはレジェンドセイント、その外からロスアメジスト、内からはテープクロス、並んで8番ストーミーソニア、シーズレジェンド、この馬もこのグループ。すぐ隣にエアコネクション、その横にアヌスミラビリス、バトルアイリス、そのうちに続いています。もう一度先頭から見ていきましょう。レジェンドセイント先手を取りました。その後ろにテープクロス、シーズレジェンド、そのうちに続いています。その外にアヌスミラビリス、その隣にストーミーソニア、すぐ後ろにバトルアイリス、さらにはホライトヨーク、その隣にグレーカウンター、その横にオペラライト。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはレジェンドセイント、その外にロスアメジスト、さらにはエアコネクション。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はまだ4番レジェンドセイント、アヌスミラビリス、ほとんど差がありません。河内大王いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。さあ先頭に立ったのはケープクロス、ケープクロス先頭、あと 200m、 ケープクロス先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。クロコルージュ、外から一気に河内大王、クロコルージュ、クロコルージュ、1着、2着は微妙です。勝ったのはクロコルージュ、見事な勝利です。
こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オーロラボイス前に行きそうです。アルジャブル、それに続いています。さらにはダンシリ、12番アドマイヤコジーン、その後ろハードボーイ、後方に控えました。前に戻りましょう。先手を取ったのはオーロラボイス、アルジャブル、それに続きます。ダンシリ、そのうちに続いています。その外にリダーツチョイス、アドマイヤコジーン、後位をキープ。その外にナミド、センダワール、そのうちに続いています。その外にシングルスタイル、トロットエンパイア、そのうちに続いています。内からはバトルクリフ、白の帽子、オーペン、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。それでは先頭から。先手を取ったのはオーロラボイス、前はオーロラボイス、まだ粘っています。リダーツチョイス、ほとんど差がありません。アドマイヤコジーン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はセンダワール、あと 200m、 先頭はセンダワール、残り 100m、 センダワール先頭、リダーツチョイス追いすがります。センダワール、センダワール1着、2着にはどうやらダンシリ、勝ったのはセンダワール、見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はワンダーファング、ワンダーファング、先頭。2番手はワンダーファング、残り 200m、 先頭はエアグルーム、アドマイヤーセター、必死に追いすがります。エアグルーム先頭、アドマイヤーセター追いすがります。エアグルーム、エアグルーム1着、2着にはどうやらアドマイヤーセター、見事に勝ちました。エアグルーム、ミッキーダンス敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のプリンスセンサー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、成田トップロード前に行きそうです。ファインブルー、それに続いています。さらにはアドマイヤセキト、15番エトワールクロス、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはノーブルストーム、オレンジの帽子、アドマイヤセキト、その後ろ。すぐ隣にプリンスセンサー、内からはファインブルー、成田トップロード、後位をキープ。
その外にシリウスセナ、名称ドトー、そのうちに続いています。すぐ後ろに大隅ブライト、この辺りで1、2コーナーの中間点を通過。一番人気の成田トップロード、現在馬群の中ほどにつけています。名称ドトー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。アドマイヤセキト先手を取りました。間が空いてセカンドストーム、1000メートルを通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはアドマイヤセキト、これに続くのがセカンドストーム、その隣に動線モーション、その横にブラックタキシード、エトワールクロス、この馬もこのグループ、その外からプリンスセンサー、その後ろにノーブルストーム、各馬大欅を通過。さあ先頭はまだ14番アドマイヤセキト、動線モーション、ほとんど差がありません。プリンスセンサー、3番手成田トップロード、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭は当選モーション、プリンスセンサー先頭、2番手は当選モーション、追いすがります。成田トップロード伸びてきた、ここから勝負をかける、あと 200m、 プリンスセンサー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。成田トップロード抜けた、プリンスセンサー追いすがります。成田トップロード、成田トップロード1着、2着にはどうやらプリンスセンサー、成田トップロード、 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。